乗り込まれている。現在、津波が沿岸押し寄せ、大規模な火災が発生している。ところどころガス等の爆発もある模様。その日、出動可能な全艦艇、全航空機に出動命令が下ったのは、地震発生からわずか6分後の午後2時52分でした。あっちから津波来たんですよ。あそこの海から、もう目に見えでもしがみついて流されゆく人が、もう頑張れ、助けるなんてことはもうとうとう完全にできなくてです。ボートに乗った瞬間はもう体からその涙がいっぱい出ました。1センチ1ミリ先も見えない。覚えてないですね、どうやってたどり着いたかっていうの。もう涙が出てしょうがないんですね。家で生活したいなって思います。日本を背負っていってるっていうかね。で、綺麗な結婚指輪が左手の薬指に